おはこんにちは、こんばんは、白川れいなです。そしてはい、おはにちは、しずきしのです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、れいなちゃんとこ始めるか、やったー、イエーイ。今回は2人で集まれ動物の森を遊んでいきたいと思うんですけれども、うんうん、はい、さっきね、しのちゃんの島の方に遊びに行かせてもらって、うんうん、ちょっと楽しいゲームをね、してきたわけですよ。してきましたね。うん。うん、で、今度は白樺のね、島に遊びに来てもらったので、ここでもね、うんうん、白樺が考えたゲームを一緒にやっていただこうかなと思います。イエーイ！なんだろう、なんだろう。ゲーム楽しみ！イエーイ！で、その名も、ロシアンルーレット！ロシアンルーレット、はい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 。お、白樺、なんかいっぱいある、うん。昨日、プレゼントを用意しました。うん、ここに、プレゼントが30個あります。30個？おお、30個、うん、しのちゃんには、この中で15個プレゼントしたいんですけれども、うんうんうん、実は、プレゼントの中身が全部当たりなわけではないんですよね。あ、なるほどね。うんうん。で、このプレゼント、まあ、30個の中から15個選んでもらって、うんうん、外れを引いてしまった場合、うん、その数だけ罰ゲームのセリフを読んでいただきます。うん、マジですか？うわー、 誰得だ？罰ゲーム。いやいや、私が得するから。で、この外れっていうのがね、うん、まあ、しのちゃんのところに遊びに行った時には、ゴミをね、うん、用意していただいたんですけれども、うんうん、ゴミ集めるの大変だったので、このね、裏の畑で採れた、かぼちゃ、オレンジがね、めちゃめちゃいっぱいあるので、このね、余ったオレンジのかぼちゃが1個だけ入ってます。あ、プレゼントの中に入ってる。そうそうそう。で、それが外れなので、オレンジのかぼちゃをね、引いた数だけ罰ゲームのセリフを読んでいただきます。おー、そういうことか。そういうことです、そういうことです。うん。うん。で、何個入ってんだっけ？この、その外れ。ん？外れは30個中10個入ってます。あ、10個か。そうそうそう。うん、うん。うん。で、15個やるんだよね。ってことは、外れ10個引いちゃったら10個分やらなきゃいけないってこと？そう。それかなりの確率じゃない？いや、私、くじ運悪くてね。どうなるかわかんないよ。それでは、はい、早速、始めていきましょうか。はい、わかりました。はい。わからないことがあったら、その都度聞いてください。うん、それでは、はい、しのちゃんのプレゼントロシアンルーレットをスタート、はい、スタート、イエーイ。さあ、どれからやろうかな。赤と金色。じゃあまずこの手前のこれから。お、はい、じゃあ開けますよ。開けてみてください。なんだ。あ、間違えた。奥にしちゃった。ボンミス。あー、待って、かぼちゃだった。やったー。待って待って、10個中1個引いちゃった。うわー、マジかー。あー、ガーン。次どうしよう。じゃあこれ。お、何かな。何かな。開ける。お、あ、ラタンのクローゼットでした。お、家具だ。当たりー。当たりー。よしよし、まだ1個しか引いてないよ。どうしようかな。お、次3つ目。これにしよう。はい。開けまーす。あ、間違えた。ねさっから。これ何やってんですかね。あ、待って、またかぼちゃなんだけど。やったー。あ、マジか、かぼちゃ2つ、待って待って、私2つもやるの、マジか。どうしよう、待って、待って、さっきここあったの金色だよね。待って、金色のやつ今2個引いたよ、私、かぼちゃを。マジか。どうしよう、次赤と黄色に5個ずつ入ってるから、うん、まさかの金色。そう、金色、かぼちゃ引く率低いかも。今2個引いてるから。あ、そういうこと。じゃあ赤引かない方がいいのか。どうしようかな。でもそれはそれで面白くないよね。あー、どうしよう。いやー、待って。やば。どんだけ、やっぱりくじ悪すぎでしょ、私。1つ目ね、はい。うんうん、いけまーす。待って、またかぼちゃなんだけど。ね、
言ったでしょ、口悪いって。やばいんだけど。口悪すぎじゃない？ウケる。やば、待って、今3つでしょ。やばいんだけど。待って待って、やばいやばい、待って、私、え、わお。ちょっと金色、安全なとこ行こうかな。さあ、プレゼントいけるんでしょうか。はい、え、待って、4つ目のかも。待って待って、嘘でしょ、15個だよね。待って、やばくない？やばい。え、どんだけしずきはくじんが悪いんでしょうか。本当だよ。やばい、選んじゃダメなのかな。3個目かな。ね、次6個目かな。6個目、はい。うんうん。待って待って、ちょっとやばい、動揺しすぎてる。動揺しすぎてる。はい、開ける。あ、化石のラグだった、よかった、セーフ。5個目回避、5個目回避、やった、よかった。わあ、どうしよう、わあ、どうしよう。7個目、どうする。3個目、え、どうしよう、どの辺引こうかな、ここにしようかな。お、よいしょ、開ける。あ、甲板の床、よし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 。よーし、今当たり3つだよ。次7個目か。どうしよう。ここ。これでまたかぼちゃだったら笑うんだけど。あ、よかったー。あ、ホワイトチョコレート、チョコアソートの床でした。イェーイ。あと何しよう、何しよう。あー、どうしよう。ね、どうしよう。これ赤。もう赤も金色も何個かぼちゃ引いたか私分かってないんだけど。開けます。何個目だこれ。9個目か。9個目。かぼちゃかぼちゃ5個目来ました。マジで5個目か。嘘や。嘘じゃない。やばいやばい、何、やばい、怖い怖い、やばい、もうすごい心臓ドキドキ言ってんだけど。やばい、マジか。次9個目、いや10個目か。待って、あと6個、あと6個、ね、やばいよ。え、やばいよ、これどういう心理戦。あ、黒いホールの壁でした。あ、よかったよかった、ここ半分半分、今半分半分ね、回避した、今半分。待って、本当にやばいよ。待って、私10個もやらされるの。どうしよう、この辺よいしょ、だんだん減ってきたね。開ける。あ、母の手作りケーキだ。おー、よかった、母の手作りケーキだった、やったね。やったね、よし、ね、じゃあ次どうしよう。今何個目。今11個か、あと4つ。どれ、これすごい、なんかこう、ちなみにレイナちゃんは何をどこに置いたか覚えてんの。覚えてないよ。マジかマジか、本当にランダムに置いたんだ。あ、待って、おや、かぼちゃ、まさか、かぼちゃ6個目きました。マジかー、6個目かー。わー、わー、どう、6個もやるのかー。わー、わー、わー。なんかダブルチャンスないっすか。ダブルチャンス。じゃあね、リーゼントが入ってるんですけど、リーゼントを1個引いたら回避でいいよ。あ、マジで？なんか何個か、1個回避、1個回避を、了解。リーゼントか。ちなみに今のは、これが何個目だ？かぼちゃ6個でしょ？うん。あ、12か。あと、チャンスあと3回？ 3 つ？そうそうそう。あと3つ。マジか。マジか。じゃあ、これ開けます。また間違えて、じゃあ、ちょっと。動揺しすぎ！リーゼント来い！あー、赤をチェック。キルトのラグ。ローランのラグですね。ね、ラグだった。待って、リーゼント探そう。リーゼントどこかな。どこかな、一個回避したいな。覚えてないんだよな。何を見れたかすら。マジ、それも覚えてないんだ。うん。やばい、本当にやばい。何を引くかな。はい。あ、母の手作りエプロンだった。エプロンかー。
エプロンかー、マジかー。で、今これで何個目 ?12、13、14。まで次最後？次最後だ。わーお、待って、リーゼント引かないと私6個も罰ゲームですか？やばいんですけど。え、ちょっと待って、やばいですよ。え、マジで？え、どうしよう。どっから選ぶのかな？ちなみに金色と赤今比率どれぐらい？え？何の比率？あの、赤の個数と金色の個数、どっちが多い今、うん。金色の方が結構引いてった、私もしかして。なんだ ?8、9。赤の方が残ってるかも、うん。赤が9個残ってる。ってことは赤の方にカボチャはあるんだよね。可能性はあるね。可能性あるよね。うん、よし、やっぱりちょっとさすがに6個行き過ぎたから、ちょっと安全なとこ最後行っていいですか？オッケー。ごめんね。リーゼントが金色に入っておりますように。さあ、これいきまーす。なーんだ。なんだ。あー、葉っぱ柄のマリンスーツでしたー。おー。あー、最後、最後は引かなかったか。引かなかったー。ってことで、かぼちゃが6個です。です。マジかー。ね、マジか、リーゼント。ゲームの最後に罰ゲームをね、うん、やっていただきますので、皆さん、こうご期待ですよ。いやー、誰得だよ。私はレイナちゃんの方聞きたいわ。私が得するからね。私の枠でね、うん、そうだね、あるんだけど。マジか、6個、やー。はい、締めくくりますか、はい、はい。はい。では、15個プレゼントを引いたうち、しのちゃんは、はい、6個外れを聞きましたので、はい、この後ね、しのちゃんに罰ゲームをやっていただきます。はい、まあ、白樺もなんですけど、しのちゃんもね、はい、あつ森実況を投稿してる子なので、はい、みんなぜひぜひ動画の方もチェックしてください。はい、あ、はい、ありがとうございます。それでは、はい、今日はしのちゃんと楽しくロシアンルーレットで遊びました。はい、はい、ありがとうございました、はい。ありがとうございました。それでは皆様、この後、はい、しのちゃんの罰ゲーム、一緒に楽しみましょう。それでは、ありがとうございました、はい。ありがとうございました。罰ゲーム、6個。はい。はい、それでは、しのちゃんが、6個、かぼちゃ、はずれを引いてしまったので、6つの罰ゲームゼリフを読んでいただきます。しのちゃん、はーい、準備はいいですか？やばい。やばい。はい、頑張りまーす。じゃあ、しのちゃんの罰ゲームセリフまで、3、はい、2、1、9。これだけは言っておくわ。好きだから。私、あんたが何しても好きだから。お菓子取ったでしょ。返して、返して。え？いや、口から食べたもの出さないで。にゃんにゃんにゃん、かわいいにゃん、もたまらにゃいにゃん。はあ。ごめん、うるさかった、ごめん。いいよ。あー、あと3つ、わー。はい、頑張りまーす。じゃあ、今から、どうしようかな。このままやっちゃうよね。はい。いきまーす。ねえ、ちょっと、聞いてよ。あのね、あのね、チョコレートって甘いんだよ。ところかまず、抱いたり、キスしたりは、やめてよね。え？大凶引いちゃった？大丈夫だよ。私があなたの幸運の天使だから。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ね、いいっすか。ありがとうございます。なかなか、はい、なかなかね、はい、見ることないよね。はい。いや、そうだね。反応させていただきました。うん、
お耳汚し失礼いたしました。あ、怖いよ。いやー、絶対に叫んだところキーンってくるんだろうな。それはね、編集でなんとかね、はい、努力しますので、ね。はい。はーい。それでは、ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日一緒に遊んだ、はい、しのちゃんの、はい、チャンネルにもたくさんね、あの、つもりの動画、どんどん上がっていきますので、皆様もぜひ、遊びに行ってください。はい。ありがとうございます。ご紹介。それでは、はい、今日は二人で楽しくあつ森実況やっていきました。また一緒に遊びましょう。はい、遊ぼう。イエーイ。次何しよっか。またいろいろ考えてやりましょう。ね、季節変わる頃にもまたね、ね、やろうね。あ、うん、そうだね。うん。ということで、今日は、はい、見てくださって本当にありがとうございました。それでは、こっちこそありがとうございました。はい。